ケイドットラジオプレミアムマン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 。性別も年齢も家柄も国籍も外見も年収も過去も何もかも全部関係ないのが恋だろ、乗り越えられんのが恋だろ、誰に断るでもなく勝手に、今日もただ君が好き、明日もただ君が好き、それでいいのが恋だろう。はい、ということで、ケイドットラジオプレミアム始まりました。歌わせていただいたのは大村エリアです。で、北沢なんですけども、今現在ちょっとね体調崩してまして、でそれで治ってきて、今朝起きてね、ちょっとまだ支度してます、準備してますということで、僕先に始めましたということで、 K.ドットラジオプレミアム始まりました。でね、この歌はワッチさんの恋だろっていう歌なんですけど、めちゃくちゃいい。皆さん聞いてください。僕ね、結構ワッチさんファンなんですけど、この曲ヒロトに言われるまで知らなかったです。好きなくせに全然知らなかったっていう、恥ずかしいです。ほんと聞いたらもうドハマりです。だって性別も年齢も家柄も国籍も、ね、外見も年収も過去も何もかも全部関係ないのが恋なんですよ。乗り越えられるのが恋なんですよ、それが。で、誰に断るでもない、ここがやばい、誰に断るでもなく勝手に、今日もただ君が好き。確かにそう、確かにそうなんですよね。関係ないもんね、断りなんかいらんもん、別に好きに、まあ、結婚させてくださいの時のあれはいるかもしれんけど、好きって気持ち別に何にもあれないから。箸えぐすぎ。俺が好きなのは、ここも好きやな。2番のサビ入る前のとこやな。ねえ、こんな時だけ神様よ聞いて、いつか僕だけの君にならないかな。ここやばい、ここめっちゃ好き。変わりゆく未来、変わらないよ。おい、そのままでいたい君と。おい、これ今急遽入ってきたの北沢です。挨拶してちゃんと。お久しぶりです。本当にね、あ、無理してます。彼、北沢智也です。彼無理してます。あ、やっぱりこれに全力投球。はい、そうね、ちょっとまあ説明して、じゃあその大丈夫か、俺が説明していいですか。そう、大丈夫かどうかって、その、はい、まあ、それもちゃんと伝えてほしい。一旦大丈夫になったんですけど、うん、またいつ来るかわからない、うん、これがコロナの怖さ。せやな、コロナの多分後遺症ではないけど、そのなんか後遺症っぽい感じですね。あ、やっぱそうな、後遺症なんや。なんかまあまあ説明すると、僕2週間前コロナになりましたよね。はい、そうなってたね。はい、で一旦回復しました。回復したな、うん、一旦回復しました、うん、でその後に先週の土曜日くらいにむちゃくちゃお腹痛くなって、うん、で熱も上がってきて、うん、みたいな、おいおいおい、うん、で熱上がってもめっちゃあるから38.え、そんなあったの。38.何度くらいまで上がって、寝る前にガチ言ってんので、やばいってなってテスト受けたんですよ。陰性だったんですよ。で、おかしいなと思って、で、ずっとね、お腹も下してて、で、やばくねみたいになってて、で、まあいつも腹痛、お腹もともと弱いんですけど、いつも腹痛ってだいたい1日とかで終わるんですよ、うん、1日2日とかで、うん、まあ一旦3日ぐらい見たんですけど全然治らなくて、で、と思って、まあ5日くらい経ってまだ治らんと、さすがにやばいと思って、
病院にね行ってきたんですよ。そしたらなんか超音波検査とかそのいろいろこう検診みたいなのしても全く何とも異常なくて、で病院の先生がそのコロナから来るあのやつもしくは金曜日になんか変なものを食べてそれが食当たりで当たってお腹下したかどっちかだよって言われて、とりあえずなんかこのお腹ってこう腸ってさこう四角っぽくあるじゃないですか。で俺は左下のところがなんかちょっと炎症を起こしてたらしくて、でもそれ超音波で見てもあのめちゃくちゃねあのミニスカートにも程があるだろうっていう女性の方が見てくれて、身長180センチくらいの、え、綺麗じゃん、大女。お前言い方悪いって大女とか言うの、大女、大女やな、大女やな。お前ドクター来るから待っててって言われて、で待っててんですよ。で薄暗い部屋でこれ大丈夫と思って、ワンチャンそういうのあるかな、なんでやねん、何やろ、危ないないやろ、ないやろって思ってて、パッて入ってきた大女入ってきた。もう言い方言い方よ、ショートカットでしかもいいよ。えあのあれですよ、お顔も綺麗な方ですよ。えいいよ。でちょっとあのおばさん、あの年は言ってるんですけど、でも、もう昔絶対ブイブイ言わしてた、ブイブイ言わしてた、そのミニからの、分かるぐらいの、これ繋いであったんですよ、あのなんていうワンピースみたいな、ワンピースのドクターだ、それ看護師やろ、それドクターっす、そう看護師だと思いますよ。えドクター、俺も看護師、なんかチラチラ待ってる時にこう通ってたんですよ、あんななんかでかいあの看護師いるんだなみたいな、言い方失礼、身長高いね、でかいっていうので身長高い、でいざ入って、まあ、結構待ったんですよ。でまあまあまあそれはいいとして、結構待ってで、ね、あの待ってたんですよこう。で呼ばれて、で、まあ、その時にその女性のことを見てるわけですから、大女を言い方やって、だからまあ個室に入って、で超音波のその機械の横に寝かされて待ってたら、ドクター来るからって思って、あ、OK って言って、まあ待ってたら、その大女が、大多め来て、大多めの人で、それ来て、で、まあ、こう下げて、あの左の方見てもらったら、ああ全然悪くないねって言われて、悪いとこ一個も見当たらないみたいな、で多分なんか変なもの食べたか、そのコロナのやつで言われて、あそうなんですねって言って終わった。そう、いや薬もらったんですよその時に、ね、あその時っていうかまああの取りに行って、やっぱ薬強い、いや強いんや、薬あの強くて副作用とかじゃなくてすごい効くってことや、効く、めちゃくちゃ効く。お腹下したのも今日の朝も止まったし、あそうなの、でも一個あのどうしてもこの理解できないやつがあって、何よ、成長剤みたいな、その腸整えてさ、整える薬みたいなのもらったんですよ、でもう一個なんか血の血行を良くする薬をもらったんですよ、でそれがなんかこう粉タイプで、普通さ粉タイプって言っても日本での俺の記憶が正しければマジでこのちょっとで、で水飲んで粉入れて飲むみたいな、でうわ苦みたいな感じじゃないですか、こっちのなんかそのもらった薬まず袋でかいんですよ、どれぐらい、もう iPhone 半分くらい、見ても日本のやつもこれぐらいの袋に入ってるよ、で半分ぐらい、半分もないぐらいの量、このぐらいの大きさに、それにパンパンくらい入ってる、パンパン入ってんの、それにパンパン入っててまあまあおかしいなと思ってたんですよ、お前振りかけでもそんなないぞお前あマジで振りかけくらいじゃないですか日本のやつって、それパンパン、マジでそれパンパン入ってて、であの飲み方も 500ml の水に溶かすんですよ、バカ飲まない、言うたらペットボトル、バカ飲まなかで、俺昨日途中でリタイアして全部捨てたあの味が、飲めよちゃんと、味が OS1 だから飲めよ、一番効きそうやん OS1 だ無理、なんでお前治らんで、そんなしてたら昨日ちょっと動いた後に飲んだんですよ、
嫌だなと思って飲んだんですよ。超美味しかった。OS1 やね。それ OS1 っていうね。あれね、なんかね、グルコースの味なんだと思う。なんかグルコース結構入ってて、そのグルコースの味知ってんのか。多分グルコースの味だ。俺どれがグルコースの味か全く知らないけど、まずグルコース何で食えるの？ OS1 とかも多分入ってると思う。それ系の。いやまあそうやな、だって全部死んでる体をさ復活してくれるやん、うん、あれ。でカルシウムとかも、まあ、めっちゃ入ってる。カリウムも入ってて、でなんか飲んでるじゃないですか俺ら、うん、マグネシウムもちょっと入ってる、入ってる。だから俺らこう飲んでるじゃないですか、そのタブレットみたいなやつ、あのサプリメントみたいなやつ飲んでるじゃないですか。 あの味だと思ってたんですよ。そんな甘ないって。お前全然甘ない。そんな甘ないって。お前 OS1 でしかなかった。いやそりゃそうやろお前。で OS1 ってさ、なんか食べたことないけど鼻水みたいな味するみたいな言うじゃないですか。知らんわ。言わんわそんなに俺ら聞かんし。うわ鼻水みたいだってみたいな言わない。言わんわ。でもなんかちょっと味がな、味が、え全然言わんで、言ったことない。嘘、ほんま。でなんかちょっとぬるい感じのさ、嫌な感じするじゃないですか OS1 で。いやまあそれ味的にはな、まずいもん。それをもっとまずくした感じ。やばい、それやばいって。のやつをそれ OS まずいん。それ飲まされております。飲まされてるって言い方悪ない。だって飲みたくないですなんなら昨日途中リタイアしたし。だからお前よくなるために飲んでんねんからさ。あでもね、あのおかげさまで本当良くなりました。うん、よかった。ほんまよかった。もうほんま顔面死んでるから。でこいつ俺すぐ言ってたんですよ、うん、なんか腹がとか言って。でお前それ以外大丈夫なんて聞いて、でも大丈夫、あほんまお腹だけですねとか言って、元気です、それ以外はって言うねんけど、その顔が全然元気じゃない。俺はもう分かってた、お前元気ないこと、うん、絶対普通じゃないと思ったし。これ普通じゃねえこの状況なのに、なんかお前普通大丈夫ですか、元気ですか言うからさ、なんかお前強がってんの思ってて、ずっと、うん、あの女なんかもう腹がやばいですって言って元気ないし、もうずっとお腹痛かった。言ってたなずっと。あでもなんかトイレ行けば治るみたいな。でもこれでちょっと聞いてほしい、ちょあの聞いてくれてる方に。彼ねちょっとお腹がマシになった時があったね、3日目ね。そうそう、あもうちょっとだいぶマシになりましたみたいな、あよかったなみたいな。で一緒に飯こう作るタイミング一緒やって、うん、でこう見てて、ただ急にねなんか香辛料言ったら、まあ、辛いもんを、ね、赤いもんを作り出すわけですよ食べ物として。ちょ待てと、お前その治なんか知らんけど治りたての時にそういう辛いもんは普通食わへんと、お腹が刺激でしかないからやめろって言ってたのに、いやなんか食べたいんで食べますとか言って、コチュジャン入れちゃった。そうコチュジャン入れてて、でね確かにうまそうなんですよ。でも彼の美味しかったですよ、いいや腸には不向き。その時何、次の日のおトイレ血便なんじゃないかぐらいの赤さ。いやマジ赤さで、案の定結局さ痛なってたんやん、なんかで元気なくなってたんやん。元気なかった、アホなんですよ彼俺何回も言うんですよこういうこと。いやお前ちょっと考えろよと。食べちゃった、アホでした、アホやんマジで。ちょっと言うこと聞いてや俺の。でももう俺言われた時には入れちゃった。そうだから俺止めれたやん。まだなんかその辛いもん食べると精力つくじゃないですか、なんかもううし行くぞね、熱くなっていって、それ狙ったんちゃうってこっちには全然精つかへんから何にもガチで、そっからまた2日くらい待ってたよ。あのねとりあえず自分で見て分かるほどの顔色の悪さ。いやほんまに。でやっぱその何腸とかってさ、あの悪くなるとメンタルがさ、うん、常に悪い人ってさ、うん、お腹の状態あんまり良くなかったりするんですよね。だからそれでなんかやっぱ偉いもんで、やっぱなんかあんまうまくいかないなみたいな時期はこの1週間、お腹崩してる1週間あったけど、であったし顔色も悪いしみたいなのはありましたね正直。やっぱ作用されんやな。でマジであの食事からさ、やっぱ俺も悪いもん食べたかもしれないし、コロナかも分かんないですけど、まあ、悪いもん食べたとしたらやっぱその食事からさ、そういうメンタル不調とかもさ
来るからちゃんと食べた方がいい。いや、ちゃんと食べた方がいいぞ。あと取るもん取った方がいいよ、うん、ちゃんと。俺マジで良かったなと思ったのが、金曜食べてたのメモしてたんですよ。あ、それはマジで良かった。でその時に病院行く時にもこれ食べたって説明できたから、でそれ良かったの。あ、確かに。それやったらある程度決めるもん、うん、あ、だまあこれで当たったんちゃうかみたいなのも言えるしな。うん、そう。いや、ほんまにちょっと取るもん取ってちゃんと言ったら腸の環境をきれいにしながら、なんか結構あるやん、腸内クリーンする、クリーニングするみたいな、うん、ちゃんときれいにするやつ。人間ドック行きたい。人間ドックガチで。いや、一旦確かに見ときたいよな。うん、一旦見ときたい。絶対あんもんどっか、うん、何かしらあるやと思うし。でも俺絶対心臓引っかかんの。俺なんで人とちゃうから。しあれスポーツ、そう、心臓。あ、俺も毎回引っかかるやん、ね、あれめっちゃややこしない。俺でも最近そうです。え、マジ俺や絶対引っかかんの。全然ちゃうね、人と心拍数の。遅いんでしょ。遅すぎて通常でちゃう言われて。でも一回引っかかんねん。だからいつもあのスポーツ心臓で、あ、そうねって何回やんねんぐらい俺も、うん、えって。これある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 やな、マジ。これあるあるちゃう、スポーツ心臓ある。スポーツ心臓の脈拍大体60とか。そうそうそう、70。え、大丈夫、マジ遅め。なんか何ちゃうことで言ってんのにさ、心拍下がられてさ大丈夫、え、何がですかみたいな。心拍数がみたいな。あ、あの多分スポーツ心臓って言われててみたいな、うん、いつも言うけど異様やから。え、絶対引っかかる、学校のやつを。めんどくさいやろ。うわ、やったな、学校の時あれやろ、うん、絶対引っかかるね。再検査、再検査あったな。やってる人いた。俺なんかちょっと怖なんねん、いざ。え、自分でこれ俺心臓触ったことあるっすよ、こうやって。こうやろ、うん、で、あ、遅いなみたいな、あ、止まりそう、止まった、あ、どこ行った。おー、やばい、あ、だいぶやばい、だいぶやばい。それで1分くらい止まったことあるっすよ。やばいって、それ心停止や視野で1分止まったら確か確率バカ上がるからな、1分は。やばいな。まあまあ、なんかね、誕生日。いや、もう、無理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 よ、無理よ、じゃあ無理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 。だってもう余裕過ぎてんもん。お前もう4日過ぎてる。15やでいける。あの、え、知らないっすか。え、あ、知らないっすか。何がやねん。あ、知らないんだ。何が何が誕生日って、その前後5日間はセーフな。芝生でお前長ない、前後5日間は。で、言うたら10日間です。長ない、お前長いって。誕生日合わせて11。ちょ長いって。無理やから、お前余裕で無理、もう余裕で無理。しかも俺ちゃんと言ったから、あの誕生日ですよ、うん、って言って、もうみんなにもお伝えしてちゃんと祝ってもらったよ。確かに。コメント欄来ました、全くおっと、あのね、今聞いてるドットラーの皆さん、じゃあ一緒に言いましょうか。せーの、きついきついきつい、ともやくん、きついきついきつい、誕生日おめでとう、ありがとうございます、きつーきつー、ありがとうございます、きつお前きついって、ちょ、横であのきつーっていうのやめて。いや、マジできつい。え、ともやくんじゃないの、お前きついって、だいぶ。そういうのやめてもらいたい。きつくてくさーやで、お前え、マジで何してるの、ほんまに。誰がな、誕生日の日とかに体調崩す。ってなんかこっちはさ、お前その前日もさ、もう12時になった瞬間にさ、もうハッピーバースデー言おうと思ってたやん。いつもそうやん、いつも言うやん、言い合うやん。君何してた。寝てました。意味わからん、早めに。意味わからん、10時ぐらいに寝てたやん練習とか帰ってきた時にはもう寝てたから、はい、意味わからんかったよ。あの山場でしたやばい、こいつ、はい、そこ迎えてたんか。山場でした、あの時。そうやったか、それだいぶやばいな、うん、マジで。あのね、ありがたいことにもらったケーキもほんの一かけらしか食べれず。あ、そうな、あれあれ、俺でもこんくらいしか食べてない。マジ、お前あれ化け物だったね。化け物め、化け物やった。あのね、こっち抹茶だったんですけど、抹茶、あの抹茶って貴重じゃないですか。抹茶貴重、抹茶貴重、抹茶って貴重じゃないですか、うん、でね、その抹茶のそのロールケーキをそこまでうまく作れる、あの
素晴らしいね。いやスイーツ音楽性パワーエグい。音楽性がね、あの仲いい、あの誕生日とアピールしまくってなんか知らんけどもらってて、はい、2回言いました。そうで、ちゃんともらって、でもちょっとしか食べれへんとか言って、でもあの伝えてきました、ありがとうございます。そしたらそれ以上の長い文章で帰ってきました。めっちゃええ人やん。めっちゃええ人やん。ええやつやな。ね、多分奏でる音もめちゃくちゃ綺麗だと思います。多分そうやろな。そういう人はええ音出すんや、うん、絶対出すから。でもな、ちょこれだけはもうその時も言ったけど、うん、それだけ、それも言いたいんだけど、はい、どうする。もうその時も言った、月曜日にも言ってんけどな、はい、俺ほんまに何にもないね、はい、それで言ったら、でその人にも言った、すぐ送ってん動画、え、お友達にわーって、俺何ももらってないけどみたいな言ってん。たださ、ええやけど誕生日いつだっけ、試合見に行ってなかったっけ。いや試合は来てん。あ、そう。でもさ、メッセージは来てん、おめでとうみたいな。おう、だから覚えてんねん。でもに誕生日、え、誕生日いつだったっけって、あ、バースデーゲームの時かって、こういうなんかちょっと忘れてた感じ言われて、はい、じゃあ来年ねって言われて、お、いいじゃないですか。じゃあ、いや待て、そこで行ったな、よかったっすね。いや、よくない、おめでとうございます。よくない、お前一旦忘れられてんの俺誕生日。そうね、そういうことよね。え、そんなことある、え、そんなことある。いや、ないと思います。やんな、やんないと思います。俺拗ねた。シンプルにもう拗ねるって言って、たらあのエリアさんって拗ねるとき、もう拗ねるって言って拗ねるタイプなの。俺拗ねるっていう。もう拗ねたよっていう。え、エリア拗ねた、あ、もうエリア捨てて、拗ねたよ。エリア拗ねた、拗ねました。オッケーオッケー、何が。全然オッケーって。で、なんかそうやって言って、たらなんかパーンと送られてきて、だってもうよた、なんかスケジュール帳みたいなのにもう入ってるんですか。入ってて、あのもう毎年あの表示されるようになったから、これで許してとか言ってきて、やば、毎年はエグいって言って、あのリカバリー力がすごい、リカバリー力エグい。でも、ね、やっぱ無理やな、やっぱまだちょっと、まだちょっと心はいい。でもあのさ、毎年が確約されてんだからもういいじゃん。いや、それでも忘れられる、絶対カレンダーの通知絶対来るから。いや絶対忘れる、絶対大丈夫。だって忘れられてたんやで、俺の。びっくりやねんけど俺、えっと思って。で他のメンバーにも言って、うん、言ったらソウとかヒロトのやつ言ってたメンバーの子にも言って、え、俺にはないやんみたいな、うん、ちなみに俺に ないよな言ったら、ああそうだったねみたいな、じゃあなんか買いに行こうとか。じゃあいいじゃないですか。いや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 、来年ね買ってもらえる。来年また年重ねんの俺。来年29。誰が29やお前。で韓国増しすんなっつ。しかもお前来年だったら来年でまだ2歳増えるから次30やねん。 2年意味わからん増えるやろ。え、次27でしょ。次27、27もうアラサーだね、完全に。ちゃうで、もうアラサーやねんて俺も。じゃあ26ってさ、まあまあまあ別には。誰が27アラサーやねん。いい何がいいやろさ。いや28かな。28やろ。28だね。27もまあ別にって感じだね。なったことないからわかんないけど。そらせやな。え、怖っ、待って、今思ったけど、そんな年なんも俺。ガチで。やばくない？やばすぎ。そんな風に全く思わない。俺もだってこっちの外人にさ、年齢言ったらさ、お前嘘ついてるやんって言われて。え、年齢詐欺。その言ったらさ、あのボール回しとかさ、うん、あれ、ユング入るやんか。うん、で、ユング好きみたいな。で、バーって見られて、おエリアみたいな。なんすよ、お前。俺っつって26っつったら、えみたいな、みんなもう、えみたいな、マジで言ってるみたいな。いや、びっくりして言って、えっ、いや、あいつ嘘ついてるよみたいな言ってくるから、なあやなって、えっとか言って、俺20だと思ってたろう、ね、20やと思ってたとか、22歳とか、若い、なんか、まあ、そりゃそうやろな、こっちの外見からしたらエグいもん。こっちの外人18歳でもう老けてるもんね。そんな髪の毛交代してる。それ髪の毛交代してる。18でヒゲボーボーとかやる。マジで。まあまあまあ。おるな。全然おる。はい、あの僕まだ待ってるんで。全然誕生日は。長っ。じゃあ俺も待ちたいし。
お前ええやんもらったし。うざその顔うざ。これ見てほしかった今みんなに。でも今誕生日からマジでめちゃくちゃ遠い。次のお前一番遠いな。今一番遠い。俺それで一番まだ近いな。え？まだ一番近い。一番近い。ちょっと開くよね。でも気合いドリームメンバーの誕生日開くな。大輝まで開く。うん。ちょ忘れんなよお前。誰？ケイスケ。ケイスケさんね。ケイスケの誕生日で、ね、もうすぐで。27。もうちょっとです。お前もどういうことでしょう。お前ふざけんなよ。おっと。撮ってるでしかないやろ。お前そんな見たわかるやんけ。普通に会話してると思った。だいぶ痛いやん。じゃあええやん。じゃあポン。確かに。じゃあ正解じゃない？確かに このラジオだって喋るかのようにやってるぞ、うん。やってるやつもん。だったらじゃあバレてなかったら正解です。えじゃあそういう風に見えてんやん。うん、あ嬉しい。なんかそれは嬉しいな。うん、今のなんか今めちゃくちゃ褒め言葉やろ。褒め言葉やった。あ実はやってたの。実は嬉しいな俺からしたら。喋ってるかのようにあれかなラジオ撮ってたけど。ちょっといいっすか。これ言っときたいんですよ。お前何まだ言いたいことあるの？え、俺今日テンション高いんですよ。なんでなんで？まあ順を追って話しますと、うん、トワイス。はい、お前それ再契約。俺もそれ言おうと思いました。おめでとうございます。おめでとうございます。まずは、ね、ありがとう。ほんまに嬉しいです、ね、はい、ほんとに嬉しいですね。言ったらエリアさんいつハマりましたっけ？俺は、18年とかやな。2018とかその前ぐらい。曲だけは知ってた俺はずっと。ずっと。で、ある時なんか、不意に YouTube で、YesOS の PV みたいな。うん。でも、Yes って言いました。Yes か Yes。Yes か Yes って言われて、Yes って言いました。しっかり僕は。いいバンスっすね。はい。うん、で、ハマりましたよ。ハマりました。僕も2020年、コロナ禍の時ですよ。おもう、ちょうど見る時。はい。ハマりました。2020年夏に。やばいな。 I can't stop me の1ヶ月前くらいです。やばお前全然ストップミーできてへんよ。I can't stop me できてへんよ。ハマりましたの。でもね、JYP ってだいたい7年で、うん、まあアイドル7年でいなくなっちゃうと。 JYP ってなんかその韓国のあれじゃん。契約なんかそんな感じちゃう。なんか結局そういうイメージやん。そういうのあってさ、だからもうな、俺もあもうやばい、いよいよ来るやばいなと。やめてって思ってたよ。やめてと思ってて、まさかの再契約。え、マジで壁越えたよな。マジで壁越えて、もうこっからどこまで行くのか。いや、ほんまに楽しみでしたから、ね、いや、もう嬉しかったな。からのやん。からのですよ。日本語バージョンのね、日本語TWICE JAPAN の方から新曲が出ました。セレブレイティっていう新曲が出たの。まあ、まずはおめでとうございます。おめでとうございま す, いますで、昨日ね、昨日多分俺がまだ練習帰りで、まあ、何も見れてなくて。そうだな。で、ちょっと遅くて帰ってくるのが。で、エリアさんから電車乗ってる時にパッて LINE 来て、トモヤ、お前 TWICE のあれ見た新曲。いや、知らないっすねっ、何のことか知らないっすねっつって、何のことか知らないっすねって言って、で、お前これ見てみて、動画パッと送られてきて、新曲なんすよ。いやーね、ほんと。でももう、あ、新曲だってなった瞬間にもう見んのやめて、うん、家帰って一緒見ようと、うん、俺まだその時、うん、お腹痛いし、うん、ちょっとなんか熱っぽさというかだるさあったんですよ。あ、まだこんなんなって帰ってきた。あ、死んでるマジでやばいよお前。で、これもう元気もらうしかないと思って、うん、帰りますよ。予想以上に素晴らしい。でしょ。素晴らしい PV でした。えぐいっしょ。ミュージックビデオマジでえぐいと思った。マジでえぐかった。言ったらもう俺さ、ご飯食べてて、ご飯作り終わって、で YouTube で曲かなんかさ流そう、ちょっとな、でポッて開いた瞬間に、俺の右上でな、右上に TWICE CELEBRATE、えと思って、そんな曲知らんのと思って、うん、見たら4時間前だよね、出てんの、うん、え、新曲出てんのみたいな。早いね。俺知らんかと思って、
俺もっと後だと思ってた。ティーザーみたいなの出てた。あ、そうそう。でも来たからえと思って、何これと思って、俺だけ知らんから思ってた最初。やばい遅れてると思ってパッと押して、すぐ LINE 開いてたよね。もう曲の途中にあの、うん、トムヤに言ってたの。やばいね。俺トムヤ聞いたかと。しかも俺も興奮そっから冷めやらへんから、すぐリビング行って「セシン!セシン、お前新曲知ってる出たんで知らないっすか?」言うから「みんな知らんや」と思って「見てくれ」とか「やばい」とか言ってずっと、ガチでやばかった、これエグいとか言って。まず入れるのが全員かわいい、全員かわいいマジで。でそのミュージックビデオさ出てきません。サナが、サナさんが、サナさんやな、もうサナさんが、君はサナさんって言われた、うん、ね、こう投げキスするみたいなシーンとか、 あとこうチュッっていうこの口をさするシーンがあったんですよ。でまあまあめちゃくちゃ可愛いなと、いやマジで可愛い、うん、思ってたんですよ、思ってて、うん、でそれでまあ見てたんですよ。でまあまあその日の夜は、うん、何回か聞いて、うん、寝るわけじゃないですか、うん、あの夢で、えこれ以上は言いません、お前夢で、うん、サナさんと、うん、お前さ、おい手出すなよ。ありがとうございます。そのありがとうございます。お前俺のサナに手出すな、お前2回、2回、はい、手出すな。ありがとうございます。すごかったです。もう俺のサナに手出すなよお前マジでサナさん聞いてほしいですね。いや、届いたらめちゃくちゃ。届いた。あ、もうこれハッシュタグトワイスに届いてくれ。あ、それしようかな、それしようかな。マジ頑張ってっつって。うん。でも今の話聞かれたくないな。いや、恥ずかしすぎる。しかも俺のサナいるのやばい。いや、僕ナヨ姉さんも。あ、ナヨ姉さん。それで僕チェーンさんも。すげえな。いや、正直な、選べへん。一番はな一番無理だね。俺トゥワイス全員が好きやん、ほんまに。トゥワイスっていうのが好きで、うん、でその中でその曲ごととかほんまにそのシーズンごとというかになんかいいなとか。僕はもうサナさんが今トップに踊り出ました。トップ、確かにな、かわいいな。サナかわいすぎます。もうそれ言ったらついもやばない最近、やばいね。いや世界一位の顔面よ。せやな、ってやってるやつすぎて、もっと評価されていた。いや、せやな、え、評価されてるけどな。いや、足りない。もっといける。お前誰やねん、セイロガン。誰がセイロガンや。セイロガンマジで。セイロガンの効かない一応だった。いや、せやな、無理やった。うん、無理だった。さすがに。そんなことある？普通に。ないけど。え、でもトワイスな、俺もうめっちゃ話したかったねこれ。え、トムヤが準備してる間に俺それ話そう思って。ワッチさんの曲もう1曲ぐらい歌って話そう思ってて、うん、え、今日2曲歌おうとしてたんですか。ワッチさんが好きでっていう話をして、あで好きやから、で足りない好きやし、足りないこれですって言って、幸せのかすみんなのって、おお、あ、味が知らん、歌詞知らんかった、ただのコロナみたいな話になってるよ味がしなくて匂いもしない、おまけにお腹も痛い、あ、コロナ、絶対コロナじゃない、コロナ絶対コロナ、コロナでもあれやろ、味覚も嗅覚もあんやろ。あるんですよね、うん、じゃあオミクロンの、なんかオミクロンの後お腹痛くなりがちらしい。じゃあオミクロンで、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、最近朝飯とか味しないっすね。なんやねん、どうやねん、してへんのかよ味。多分それは後遺症や、お前コロナ。じゃあオミクロンちゃうやん。すんかちゃう、全然あれっすね。オミクロン、いや、オミクロンじゃないやんじゃん。いや、味はちゃんとします。何の訂正やねん急に。味もちゃんとして味覚も全然あって、うん、鼻は詰まってます。風邪か風邪か、シンプル。鼻は詰まってます。風邪ちゃうか、シンプル。そう胃腸炎だったのかな。左のこの腹部の左下がとりあえず悪かったみたいです。これは気をつけてください。お前頭は検査してもらわなかった頭が一番誰の頭になんかあるみたいな。頭が一番危ない。
ないんですよ。あ、ないないんですよ。あ、そうか。ノーマルでこれなんですよ。あれ、そうなの。ノーマルでこれない俺は。あ、そうね。頭の検査って、よう言われたら、小学校と中学校と高校の時もう 3回言われてる。お前やばいや、そんな言われるの。頭の病院行った方がいいんじゃない。いいのにあるけど。何があって思って。先生からそんなこと言われる。何があって思う。何したの。その時はホームルームで急に外に飛び出したっすよ。おしっこ行きたくて。行った方がいい、病院。病院行った方がいい。その時は高校の先生にマジの顔して言われた。でしょうね、うん、それは行った方がいい。はあ、ってことで、まあ、体力まだ切れてるよ。こんな感じかな。何何何何。おい、またそうあれしょ。お前の体力次第で終わるわけちゃうねこれ。どうする、次動画のネタクイズやります。そろそろネタな、俺やろうって。この間クイズやって、うん、面白いし。あ、全然聞いてないっす。せやん、聞いてないもん。ラジオ全然聞いてないっす。聞いてほしかったな。でもクイズやな。え、でもマジでクイズのね、あれ動画出したらいいなこと。クイズガチやりたいな。でね、ヒロトさん無双してた。無双したけど、意外とハヤトやるよ。ガチ、ハヤト答えたでしょ。意外とハヤト、うん、意外多い。でもなんていうの、こうやって答えてヒロトが先に、でその説明した時にわからんことが多い逆に。どういうこと。答えれへんかった答えで説明しても、え、なんでみたいな、これが多い。だからほんま意外と。意外とやん。意外とだ、脳では分かってんだけど説明はできない。そうそう、なんかもう、え、なんでなお前って、これわからん、この説明って何回なったよ。さて、こんな感じで始まった K.ラジオですが、どうしたどうした、本日をもちまして、うん、終了とさせていただきます。なんで勝手に、悲しいですね。勝手に、どういうことどういうこと。え、閉鎖すんのもうラジオ、もう終わり、休止、はい、何が理由で。いや、正直ここまで続けてきてもうめちゃくちゃ僕は疲れました。ちゃうやん、お前ただで自分のあれやん、体調不良やん、ずっと。俺マジで何回やってない、3回くらいやってない。もう3から、計3。ラジオ終わるは嘘です、全然。すいません、嘘です。当たり前やね、当たり前の嘘。3回くらい休んだね俺。もう3回やったっけ。体調不良で3回俺。体調不良で3回はちょっとやばいな。あれ1回目なんだっけ。あ、もうコロナの時、コロナの時にもだってからか、だからもう、まあまあ回復傾向にあります。まあそのなんかはできなくてもしゃあない。うん、一応でも続いてるよ。続いてる。最悪だって俺ら2人出えへんなっても他のメンバーにさせちゃう、させよう。それその回俺やってみたいな。絶対おもろいと思うんだけど、意外とどうなるのか。あ、そのなんかタジタジしてる感じを出してほしい、できれば。喋れへん方がおもろいよ。はい、始まりました、K. ラジオプレミアム。はい、何話す？あ、ん、今日天気いいよね。あ、今日天気は確かにね、いいよな、うん、天気は、うん、すごく暑い、うん、暑いよな。こんなんだったらさ、こんなんちょっと聞いてみたら、ちょっとあるだな、それ地獄界って書いてこう。タイトル誰が出るのかっていう。マジであるな、マジで。でもまあ、ハットもなんか今でも喋れるかな、喋れるようになったから。でもな、喋れんねんけど変なこと喋る可能性があるからちょっと怖い、気をつけな。危ないね、危ない。彼はラジオでなるべくカットしたくないから。そうそう、こうラジオでカットするってしんどいん。それな、1時間ぐらいあるから。それやで、だからもう何も普通にスムーズにやって音楽つけてパッて出せるぐらいにしたい。そうとんでもないこと言ったりするからな。あ、今日プレミアムか、なん
分かってないねお前プレミアム急にないやね、はい、分かっとんねこっちもずっとプレミアム言うてやってんね俺。今日どんな感じで入ったんですか。あの最初いなかったんだね。それも聞いてお楽しみちゃうか。あー分かりました、うん、今日歌った歌も歌をしてもうしっかり歌ってね。もうあれ俺のコーナーみたいになってんね今やばいね最近取り返しに。俺ミックスナッツ歌いたいんですよ。歌ったって2番ですよ。俺いっちゃ最後だった。だからもう一番あが盛り上がって終わった俺。あじゃあ僕一番いかし、まあ、セレブレート覚えてこようかな。セレブレート覚えてくるのすごいな。変わらぬ未来なんだっけ。変わりゆく未来そのままでいたいっていう歌詞があるんですけど、すごいな。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ナヨン姉さんがあの歌う。ナヨン姉がナヨン姉が次喜劇あラブソング。えミックスナッツ続きや。あミックスナッツじゃない。ファミリー、スパイファミリ ー, ファミリー見たことないよな。悲劇、悲劇じゃん。悲劇じゃん。悲劇なんです。悲劇、悲劇ラブソング。ちょここ行きたいな。ララ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 ラブソング。合ってるけど。あそっちじゃないです。サンジはラララの方です。なんでやねんラブソング関係ないやん。サンジはラララ知ってる。わかる。あの長野家のだけしか放送しない。あの俺確かなそれなんか聞き覚えあったもん。菅平、菅平で聞いたもんしね。そのやば言ってる時とか。あの三時はやららって夕方ターゲット。えダサ夕方のターゲットをゲットするのと夕方ターゲット、あなたがターゲット。ダサ。これ合わせて夕方ターゲット。三時はラララの後に流れるやつ。三時はラララってあれ出してくんな。あとまあ有名どこで行くと今夜のおかずは新州。それ有名ちゃうって全然。でもあの俺ひき肉でお腹壊してるからな。もうちょっとポークはもう終わりやな。手をつなぎ帰ろうか。いいよねそれ。今日は何食べようか、うん、こんなことがあったって君と話したかったんだ。いつの日も君となら喜劇よ。踊るきしむベッドで笑い転げげたままで。ふざけた生活は続くさ。これがあのスパイファミリーのねあのエンドで流れるんですよ。いいなこの曲。俺もうこんなんなんもんあの聞きながら。星野源いいっすよね。星野源最高。星野源いいよねめちゃくちゃ。でも星野源苦手っていう人俺結構周りにいるんですよ。苦手って言うの。なんかあのその何歌の感じとか。えそうなの、うん、意外といるし。えマジでめちゃくちゃいけるの。結構好きなの。めちゃくちゃ好き。星野源ね結構パワフルな歌が好き。てかそれで言ったらさ星野源さんのさ、うん、恋さ、うんバルセロナのおあれに使われてる。見た見た。俺びっくりして、思てえ思ておるぞ。いやあれだって、うん、あれ俺があのインスタグラム開いてたら、うん、あのバルセロナの投稿出てきて、うん、で音のあれないから、うん、もうでもなんか声が左上に、うん、あの恋って書いてるから、うん、なんで日本語やな思て。もうちょっとコード聞いたろ思ってパッと押したら、うん、ででで言うてそれをでんてな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 んてで、あの岡村出てましたもんね。お岡村って言うなお前。ジョルディアルバやジョルディアルバで岡村や似とるけど似とるけどやで。あそっちか。ええ思て聞いてて驚いたよね。いやマジ俺もエリアさんのびっくりした。びっくりしてマジびっくりした。いや俺もびっくりした。誰なお前。うぅうぅまたああの今 A を持っててさ降ってきたんですけど、あのエンゼルスの大谷翔平がえぐい話もう A 違いやん何の話やねお前。 A を持ってて、うん、あのエンゼルスって、うん、試合結構負けてんすよ、うん、大谷翔平の活躍がやばいんですけど、うん、でも大谷翔平って二刀流じゃないですか、うん、でここ十何試合、うん、大谷翔平が先発した試合だけ全部勝ってます
これだけ言いたかった。大谷翔平、バケモン。バケモンや。マジやろ。バケモンすぎる。で、星野源戻っていいですか。勝手にどっか行って勝手に戻そうとすんなよ、お前。星野源戻っていいですか。戻ってくる。全然。時よっていう歌してますよ。時よ知らん。と。たたたたた。あ、そうしてるしてるしてる。あれ、ドラえもんのやつやん。ドラえもんの映画の。それかな。え、ドラえもん映画で。あ、ドラえもんかな。あれ、これさ。てテレテレテ。テテレテテテ。テテレテテテテテテレ。うん、ドラえもん。あ、ドラえもん、ドラえもんだ。これ好き。テテレテテテテテテ。俺、不思議。あ、不思議もいい。不思議やばい。俺、今思ってた。不思議やまない。不思議よね。うちで踊ろうっていうあの歌も星野源。日々のありのままで文字にできるな気がするのにな。またやだと思う。あとシンプルに恋。シンプルに恋やな、うん、恋は最高やったな。てん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 。うわ、ちょっと待って。おい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 。あ、動き出せ、感情を鳴らせ、てん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 。今インスタグラム開いたら、俺それ夢あったっす、夢であったっす。夢で。さっき。お前これじゃ夢の中の映像、俺見れてんの。だって本当に。だってしたっすもん。だってしたっす。ベッドや。しかもベッドや。はい。は。そういうことっす。いやいやって、そんな。この顔、トモヤと、ってこと？はい。俺だって夢であったっすもん。いやいや、お前、もうやめてくれへん、その夢であったとかに。まあ、ずるいな。やばい、普通にプライベートに返信してた。お前、何してんの、お前。お前、まあ、ええけど。ゆるいからね。あのさ、プライベート、成人式、うん、伸びちゃって夏にやるらしいんですよ、うん、2年越しの。いや、そうそう、いやな、見たら夏にやるらしくて、うん、お前で、俺行けないんですけど。俺行けないんですよ。俺行けないんですけど、なんか役員みたいなの入れられちゃって俺。お前めんどくさい役だけやるだけ。どうすんのと思って俺。何すんのお前それ。いや、とりあえず今メンバー集めてくれればいいからって言われて俺。 いろんな人に声かけてる。え、アホな。で追加させて、とりあえず今俺の仕事それ。いや、お前昨日からさ絶対受け負うべきじゃなかったよその役。とりあえず俺行かないんだけどみたいな感じで。行かないやつにいいよ、任せんな。最低やなそいつら。久々に集まったみんなのグループで、こんにちは、北澤智也と申します、いかがお過ごしでしょうかね。ちょっと硬い感じ入って、いやお前硬すぎやみたいな、誰か突っ込むかなと思ったら、絶対長野でした。長野でした。全然無反応で、めちゃくちゃ長野や。俺ただの硬いやつみたいになってて、でそれに便乗して一人だけその硬く入ってきてくれたやつがいるんですよ。そいつに俺は突っ込んで、やっと今グループ内で和んできた感じ。やっぱさ、こうやんわり行きたいですよ。そのための硬さだったんだけど、その硬さが、うん、裏目に出すぎて。え、お前大丈夫？浮いてるよ今。浮いてる、やばい、取り返さなきゃいけない。まあ行かないんだけど。でもそうだから、夏にやんのやるらしい。成人式よ、それともそのあとの二次会をみんなでやるの、それとも成人式自体があんの。式式です。なんかみんな集まって振り袖はだから 着ないんかって。振り袖が着たりし、死ぬぞ。暑くて死ぬぞ。浴衣でやんじゃんじゃん、みんな。おい、夏祭りやねん。いいじゃん、ジンベと。夏祭りやねん。ジンベと浴衣で。ありなの。え、なんかそっちの方がなんか、いいじゃん、その成人式。ジンベとあれで。だって夏感出して。男性もあれだからね、ワイシャツとかになっちゃうからね。え、だったらジンベの方がいいね。逆になんかその、キュンってこうね。夏祭りみたいな、夏休みで夏祭りみたいな。え、夏でそれ二次会行っちゃって、もうそのまま格好でこう中行って、なんか知らないけどね、なんかそのそれ経験したことないから、ちょっと外終わった後にさ、
ちょっと外歩こうみたいなんで歩いて2人いい感じになるじゃん2人で。あ、もう確定なんだ。そういうのあるやろ絶対。そういうのもあるやろ絶対。しゃべっててさ、もう浴衣とジンベエやから、もう心は少年少女、いや青年と聖女、聖女ってね青年聖女、青年聖女、青年聖女なわけやん。あ、でもあ、青、男って青じゃないですか、女って赤じゃないですか、青年赤女。意味やかないやろお前。これでいきましょう。意味やかない青年赤女ね、うん、年このラジオ内は青年赤女をなんか漢字で入れるやん、うん、で夏祭り、なんかその感じわかる、うん、わかりますよ。ちょっとさ、心躍るやん、夏休み、うん、夏祭りって、うん、祭りですもん、祭りやん、フェストです。それにさ、はい、その格好されたらさ、はい、その気分になれるやん。そこでちょっと夜風あたりながら歩いてみる。素晴らしい。知恵で多分。あ、京都やったら余裕で歩けないけどな。うわぁ、三、三、なんだっけ、河原町。河原町ね、よくない。河原町歩きたいね。それでマジで最高やで、浴衣とジンベ来たけど。エリアさん、ジンベ来たんすか。借りてきて何がおもろいんまあまあやぞお前。エリアさん似合いそう。似合ってたで、自分で言うのないけど、うん、紺色の、紺っぽい色やな、うん、ビシッと決めてる。普通の色っすねせやな、それはな、ジンベイって言ったら大体そうちゃうか。お前ジンベイ、お前それでジンベイ言ってるの黄緑とか、お前バッタかって言われる、お前バッタかなんかってなる。やば、面白いどうした、どうした、面白いですね。どうした、お前あの2週間一つ話さなさすぎて、とりあえず情報も遅れるし、そうマジで遅い全部、うん、誰かがそのさ、プロの選手とか移籍した話とか全部遅れてたもんね。だいぶ遅れてた。えって遅いいやもう、そう、だからそう、そう、成人式どうでした。成人式、成人式、俺別にさ、成人式別にそんなあれなかったんだ俺別に。あ、何、仲いいと中学校の友達に会えたらええぐらいやった俺、うん、そんなにシャーみたいな感じのがなんか俺はなかった。なんか意外とあれよね、高校大学の方が、高校に会いたかった俺、高校の方がどっちかというと、うん、でまあ一応京都市内だからそこでも会えんの、うん、京都市内のやつら、だからそこでちょっと会ってとか写真。同じ日なんですか大体。京都市は一緒てか、もう京都自体がもう全部一緒いや日で一緒の日やけど、京都市はここ他の市はここって分かれてんの。へえ、なるほどね。だでも京都市って言ったらバカしておるから、だって午前と午後にちゃんと分かれてるし、へえ、多いから、で規模出してどっちかみたいな感じで、でそれでも午前の方やったらほとんどが午前やからみんな、みんな普通に会って、ほとんど午前なんだ。午前規模やろそれ、まあ、バッてやって、だって女性からしたらさ、一回さ来ていくやんか人で、でその二次会のあれになった時はドレス着るから、なるほどね、着替える時間もいいやん。あれ結構きつい、大変やで、ね、あれ女性朝何時5時とかとかにはもう着付け行かなあかんから、うん、めっちゃ大変やよそれ。その人生に1回だからね、めっちゃそんくらい苦しい思いしないと。何やのお前最低やなめっちゃ大変そうやで、歩きへんからさ、しかもいやあんまり、だからもう普通やったら歩いて行けんねんけど、そこまでタクシー乗れて、タクシー飲んで、えしたよ。なんでお前が切れてんねんタクシー乗ろうかって、タクシー乗ろうって言って、タクシー乗ってそこまで行って、であれ俺女性と行ってる手になってんな、あれそうなんですか。女性と行ってましたね、それは二人なんか、誰っすか、誰やったっけなえ、その道端にいた女性とかそういう感じですか。あ、まあまあまあ、そうな感じでもあり、こんな感じでもないから、ない方が元から結構いい感じの子だったんですか。いい感じというか、そのわ、わかんないですもん俺え、あーつー、まあ、そのあーつあの、これ以上はね、やめていきましょうか。あー、涙出てきた。なんでですか。わからない俺に、普通にあの、え、普通に女性の方。いやなんか俺で思い出そうとしてんけどさ、あの、うん、消えてるよね、その、ああ
部分のシーンは覚えてるんだけど、そこのなんていうの大事な部分が消えてるわ。え、モザイクかかってるそこだけ。マジっすか。なんか記憶って思い出せん俺。どういうことっすかそれ。エリアさん、俺にも分からん。分からんすか。俺にも分からん。本人が分かんないやつやめときますか。で自然と涙出てきてる。え、それもしかしてですか。俺そういうの結構鋭いんですよ。マジで。友達ですか。鋭ないな。鋭ないな全然。友達ですか。全然鋭ないなお前。ちゃう。え、ちゃうか。結構あの長野で名探偵とか。いや迷う方の方迷う方の名やろそれ絶対、懐かしい。そういう思い出もあるんですよ。ジェイシーも懐かしい。ちょお前さ、こっちさ一応ラジオ撮ってんねん。お前うめき声とか出すなよお前。寝てる時に出たらおもろいなくらい の, あの声出てた。あ、うん、ああついちゃった。それで言うとね、確信ついちゃったよねって話。それで言うとね、あのこの間ね、まあ寝てたんですよ、うん、寝ようとして、うん、12時ぐらいに。で今ねあのヒロトがこう俺らの家にいてね、はい、まあ、一緒に進んでて、うん、そしたらねあのいびきが聞こえてくるわけですよ。はい、まあまあ、まあ、でみんながあんま聞いたことないやろ。誰の？ヒロトとか他のメンバー。あ、ないないない。俺隼人もそうやねんけど、隼人はもういびき寝言はもう普通やからさ、結構。しかもなんかもうえげつない寝言とか言うんや、うん、寝言というかもういびきなんか分からん。え、俺の聞こえる？聞こえん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 。おめえ、でもはトムはもうあれしてるの知ってる。あ、俺もみんなの聞いてる。もうみんなの聞いてるもん俺、うん、その聞いてる人は、いびきはみんな、でも俺いびきあっても聞こえ寝れるから。でも俺その日その試合もあったからさ、あの辺ちょっと寝れへんかった、うん、でもなんかヒロトが聞こえてきて。でもヒロトのその日はもうバケもでかくてこれ、うん、音思わず録音してん。あら、聞かせてもらえたんですか。聞けるかなこれ、ちょっと聞いてほしいな俺。じゃあ、音下げますね、音楽、ラジオの。じゃあ俺ちょっと、これぐらいだったら聞こえる。それでは聞いてください、ヒロトさんのいびきです。マナーモードでした。イージーでした。イージーが起きました。イージー起きました。何があったの？イージーが起きました。イージーが起きました。イージーが起きました。結構なんね、俺も結構なってて、でアドリナリンもあって、うん、ね、寝れへんともあったから、ずっと聞こえてて、ずっと書いてんのいびきと思って、それ1時間半続いてました。え俺その間もずっとなんか意識あったままやったから聞こえて、うわ、俺が知ってる限り1時間半は、で1時半もやったの俺その時みたいに。ガチあれだね、マジおもろかった。マジでずっとそれが乗ってんだね。めっちゃ疲れてんの俺、なんか久々、練習も久々やったよな。まあ、後日ね、あの遺跡の動画また出すんですけど、はい、それで多分疲れてて、その日初練習の珍しく指こんな感じで疲れてんやな思って。途中聞いてもらったら分かると思うんですけど、最後の方にちょっとあのダースベーダーいましたよね。おぉと思ったら、ってダスベイダー息できひんなったみたいになった最後。って最後のダスベイダーおったけど、いびきおもろいな人の。いびきめっちゃおもろいで、うわーカッとかあるし、うん、ハヤトのいびきはマジエグいけどな、ほんまに何回も言うけど、カッとか言うからお前死ぬんって思うくらい。
死ぬんちゃうぐらいこのままと思うぐらいの息かからだから、うわーとかおーとか言うし寝言系とかもおもろいな。いや寝言系めちゃ面白い。いやもうほんと面白いよ。こわかっとか普通に出てくんねん。ああ今日も元気やな思いながら俺こうやって。それでその寝言で元気かどうか判断する。判断する。たまに死ぬんちゃうかと思う時もあるけど、そらこわっとか、そのなんか急に息できんみたいな、息できんかったみたいな時もあるから。ゴーッとお酒飲んで酔っ払って帰ってきたあのお父さんとかやるような意味ですよ。大丈夫かなと思う、詰まったみたいなのから大丈夫と思う。まあでも別にめっちゃ気になることもないから、ああもうとかならんし。それマジなるようだったらあのマジで耳栓買えばいいよね。買わざるを得へんだけど、別に、なんていうの、ああ、指かいてんな、みたいな。しかも、指かもしゃあないやん。止めれへんやん。鼻つまん。そう、ね、あ、起こすことなのに。ほっ、ほっ。それは一生なんか、ガガガガガガガって言ってたら、パッチンやけど。その、パッチンくん。パッチンくん。もう鼻つまむとかじゃない、もう、わからさなが。寝てる人からしたら、マジで何が起きたかわかんないですよね。え痛いっていうのがちょっとね、うん、それおもろいしたいねんな俺は。それおもろいな、動画撮っててください。いやもしなんか電気つけて一回俺あのそのハヤトが寝てるところにあのおならかましちゃう思ってんねどういうことですかそれ。だから寝てる、はい、爆睡してる、うん、で俺やばい、おならめっちゃ出そう。顔面の上に持ってってプーって出した。どんな反応するのかが気になる。なんかさ、首こんなにしたら俺はうーんとか言ったらめっちゃおもろい。起きひんねん。臭いって分かって、うーんって一回やってみたいねんな。いや、おもろそうそれ。一回やってみたいねん、なんかそう。そのなんか、なんていうの、いじめるとかそういうのじゃなくて、知りたい、シンプルに。人間ってどんな反応なのかっていう。動画屋だからできる。そうそう。動画屋からできること。しかも、ハヤトの方が多分反応おもろいと思う。俺がされても多分なんか、おおってこう、なんか、あんまりな反応かもしれんけど、ハヤトの場合は多分、眠気が勝つから起きひんねん。俺とかやったら、クソクソッとこう、起きたりとかすんねんけど、そういうのじゃないね。できればその眠気が勝ってる状態で、うん、そのどんな反応するか俺は見たい。絶対眠気勝つやん、ハヤトの場合、うん、だからその時に臭いってこう反応した時の鼻が反応した時の反応どうなるマジこんなになりそうやな首痙攣やん、うぐうぐうとか言ってもう気づかないままね、もう一回眠りに入るでしょ。そうそう、眠り入るけど草って言えへんから、たぶんここがみたいな、ここがって言って寝てそう。いや、そんな早いとか急に起きてもおもろいけどな。えっ、草とか言えへん。草でもね、おなら系はねちょっとやってみたいなと思って。いやシンプルな、シンプルなやつ、うん、動画も走ってやってみたい。ゲップおなら系はちょっと場所さえわきまえればおもろさに変わるから、ね、あのハヤトみたいにバペアノでね飯食ってる最中にやるとセシン君に行かれますけど、昨日のセシン君の兵聞きました。聞いてブブブブずっと覚えてました。 あいつ止まらねえ。あいつ多分腸内環境エグいんちゃう。ヘが止まらねえ。もうさ、そこまで行くとあれだよね、おもろさに変わる。いや、マジで。ファーファーツエーに行った時もさ、帰り道やっぱ彼こくんですよ。どこでこいねん。マジ、電車待ってる時とか、あの バス停っていうか、まあ、トラム、電車みたいな、路面電車待ってるところのさ、まあ、ちょっとこう屋根みたいなあって椅子もあって、
でそこ座ってたんですよ。座ってたら青春君、青春君がでちょっと空間になってるんですよ、なってる、風もあれみたいな、うんうん、逃げないように。でバフンってこう兵士バフンバフンってでああみたいなああまた臭いの来るやんと思って魔の女みたいな聞いてでまあマジでいやそれ来る前かもう来る前に連続でそのバフンバフンって 2回ぐらいしたんですよ。もうさおもろかったよね。3回目あたりとか1回目とかさちょやめてやんって感じで言うんすよ。でも 2,3 回目のヘがさこう何1回目ってバフンって言うんですよ。2回目パフン3回目プンみたいな。かわいいかわいい。マリオであの3個キノコあるみたいな、チュン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 こうやってるみたいな。それをさやるからさ絶対3回するんですよ。もう3回目の話おもろくなってきて、まあ、3回目さいつもさ粉汁出てない、粉汁出てるね、ピロピロピロ、あの粉汁出てる。あれだもん、あいつ多分パンツその瞬間見たら多分茶色なんですよ絶対絶対3段階でしてくれ、マジで彼も汚すぎやか、バフン汚いで、ほんまに汚いよほんま。それでなんか何その満足げな顔で、あ、そう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 、ね、それがおもろいなんで満足してんの、それがおもろい、なんで満足してんの、汚いの1回目なんでも超ええってやって思うけどね。でもおならの臭さで言うと俺絶対1位な自信ある。いや、そうなんですか。俺めっちゃ臭いんだぜ。え、マジで、エリアさんのおならじゃなくておならって臭いんですか。僕そこのおなら出せんの、あんま嗅いだことないですよ。なんでな、俺結構出してんで気づいてないかな、なかなか俺その場にいないな。確かにな、お前と一緒にいたくないし。え、それで言うと結構な時間過ごして1年間経ちましたけど気分はどうですか。1年経ったんかも君と1年記念迎えたの。なんなら1年1ヶ月です。マジ気分はどうですか。最悪です。君は。ああ最高っす。え全然対照的やな。僕最高っす。もう対照、え、そうな、はい、最高な、最高で俺最悪な、はい、最悪やんこれ。どっかで会うんじゃないですか。いつ会うね、平行線やんずっと。最高と最悪、だんだん最悪の方落ちてきて、最悪の方落ちてくんのか落ちてくんのか自分。最悪面白い、落ちてきますよ。いざとなる急に電話かけたろ。え、誰にですか。大輝永田言ったらさ、まださ彼から、あ、ちょっと、はい、ということで、あの永田大輝選手に来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイドットラジオプレミアムのお時間です。はい、あのケイドットラジオプレミアムに、あの大輝永田さん、永田大輝選手に、あの来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、どうですか、その調子の方というか最近の。いやー、そうっすね。まあ、ぼちぼち、ね。あ、なるほど。で、はい、ね。まあ、まだね、言ったら、昨シーズンの、はい、報告というか、はい、こんな1年でした、みたいな、こんなシーズンでした、みたいな、なかったと思うんで、はい、ぜひ皆さんにね、一回話していただきたいなと思うんですけど、昨シーズンどうでした。昨シーズンは、そうですね、自分的には、クソみたいなシーズン。ああ、クソみたい。というのは。というのも、まあ、結果が出なかったので、なあ、まあ、そこが一番の問題かなと。ああ、はい、なるほどね。で、まあ、チーム的には、まあ、チーム的にも微妙な感じでしたね。10位で終わったんで。そんななんか、やったーって喜べるほどの結果でもないですし。そうっすね。そんな感じで終わった印象ですね。ああ、なるほど。まあね、今後ね、遺跡の情報というか、動画っていうのは、出していこうと思ってるんですけども、まあ、差し支えないように、話いただければと思うんですけども、来シーズンというか、まあ、今シーズンのその意気込みというのはちょっとなんか聞かせていただきたいなと。ああ、よろしいですか、はい。聞かせてもらって。そうです、ね。
今シーズンの意気込みですよね。はい、今シーズンの意気込みは、頑張って点取ってアシストします。小学生みたいな感想やな小学生みたいな感想。お前これもうちゃ ラジオ撮ってるからな、はい、これあーそうかそうか、ミスあのじゃあ今シーズンの目標は、三笘みたいな縦突破からのクロスやったり、ロッペみたいなカットインからのシュート、スーパーのやばいよ、やばいよ、増やせるような選手になりたいなと、やばいよ、ね、思ってるんですけど、はい、いけます、これ使えます、大丈夫ですか、ね、使えますかって、これもう全部あれ使うからフルでこれあそっかそっかそっか、はい、まあそんな感じですね。あ、まあ、本当に結果には重視してこう取り組んでいきたいなって思ってます。なるほどね。いやなんか聞けたね、はい、最初、まあ、あの第2だけこのラジオにね出演がなかったということでね。いやそうなんですよね、僕の住んでるとこが結構遠いとこにいるんで、別に遠くないですよ、別に遠くないんですよ、その全然遠くないんです、皆さんのところに行くのもちょっとこう申し訳ないなと思って、いやいや全然申し訳なくないんです、あれなんですけど、ってことであれじゃあ来週来てもらおうかな、じゃあその申し訳なくないんで、はい、全然来てもらって、来てもらって、はい、いや、やっとラジオに出れてちょっと本当結構夢が叶ったというか嬉しいですね。この感じはマジで感極まりないっていう感じで今ちょっと話させてもらってるんですけど、感極まりないんですか、歓喜なんとかこんとかみたいなあるじゃないですか、はい、歓喜しようくんですか、じゃあそのお前キングダムやねまあそういうことでやってるんですけども、はい、あのこれでね皆さん分かったと思いますが、あの大輝はもう嘘しか言わないです、本当こいつはおい嘘しかないんですよ。大村さん嘘しかない、大村さんこの発信力すごいんだから YouTube っていうのは。いやもう嘘しか言わない、いや確かにそれで言うとそうですね、この YouTube での発信力すごいですね。何やねん発信力、俺 K ドットラジオが一番好きなんだから。彼一個も聞いてない、聞いてます、彼一個も聞いてないし、一個も見てない、あの赤のやつ確認したら分かる動画の全然ゼロ、全部白、聞いてます。あでも特に好きなのはあそこっすね、ゲーだったラジオのところ最初だけ、最初やないけお前誰でも聞けるわあんなあそこ結構重視して聞いてますねそんなやつおらんねん、今日はどうなんかなって今日はどんな感じで来てるの、そんなやつおらんねんって、なかなかいないけどね、逆に怖かも、ね、怖すぎる。いやでもいきなりびっくりしたよね、この電話かかってきてラジオ出るっていういやあのびっくりよ、マジかましたろか思っててんこれ一回電話してどんな反応するのかみたいな、そのまますんなり入ってったからいやまあまあそうでしょう、普通にいつものこう感じで逆にお疲れですとか言って、やっぱ尊敬してるんでね、敬語でこうやっぱりね、これねこういうこと言うでしょ、全然尊敬しないんですよ全く、それで言ったらめちゃくちゃ尊敬してます、尊敬したことないよなあ、ともや、あ、はい、おい、嘘つけよお前、僕も尊敬してますよ、嘘つけよお前、してへん大工さん、してへんやつなんて、急に人変わってるやん人変わってるやん、急にデフデフデフって感じで尊敬してますけど、大工さんの笑い方っす、何それ、デフデフデフ、大工さん、あの事故ってるっす、もう事故ってるお前、だいぶそのデフデフデフは空回りしてるお前、空回りしてるお前、そういうの良くないって。いや、そういうの良くないよ。そうですね。ドゥフドゥフドゥフ。本当もうソウ君に怒られるってこんな話だよ。そう。あ、元気ですか？元気ですか？言ってな、ソウに向けて。大地さん、あの昨日俺死んでたじゃないですか。あ。やっと復活しました。ちょっと。おお。よかった。昨日俺顔死んでたっすよね。まあまあまあ普通だったんちゃう。ないつも死んでるみたいな言い方やめようやいつも終わってる、いやいや、でも確かにちょっと体調悪そうやったな、はい、なんすか、体調悪そうやったけど、体調悪そうでしたよね、なんで急にお前会話やめたなってんの、まあ、いい、悪そうにしてましたもん、あーそうなんだ、うん、頑張ってるやん、演技してたお前、悪い風出してたもん、はい、あーやばいなっつってクソ野郎ややばかったぜ、ゆうくん昨日ともやなんかお腹痛いって言って練習休もうとしましょう。ガチで。何回も休んでるんだってもう今最近。今多分あのガラスのハート的な感じで扱われてると思う。大丈夫かと思うよね。それ大輝さんだけや。俺か。それ大輝さんだけや。あ俺だけ。
まあまあまあ元気になってよかったよ。ありがとうございます。おかげさまで。しっかり休み。もう休まん。休んでられるの。そうやな、確かに。まあ、こんな感じでね、大輝選手にもまたね、出てもらいます。今回ね、電話とかじゃなくてね、もうしっかり出てもらいたいの、はい、いや、ほんとそうですよ。もうお前、こんな遠いところ、ま、今度来させるしな、今度来させるしな。いや、もうほんと遠いところ来させるしな、なのでいや、まあ、じゃあ改めてね、最後今年1年、まあ、サッカーは今聞きましたけど、はい、生活面とかでなんかちょっと、そうですね。反省も踏まえて、なんか今年のあれどうかっていうのを。そうですね、今年。聞いてへん、聞いてへん、聞いてへん。あ、僕じゃない。君じゃない、君じゃない。あ、僕じゃないんですか。うん。ちょっと言ってもらえればなと思いますね。あ、俺っすか。うん。誰がおんねん。誰がおんねん。そうですね。生活面としては、もっと、食事面。ありがとうございました。あのね、急に切れてしまったということで。なんか切れてしまったね。Wi-Fi で。Wi-Fi かな、これ、はい。ということで、ね、まあまあ、大輝選手に来ていただきました、はい、今。ちょっと、短くてね、説明もなかったんですけどね。はい、永田大輝選手、また来てもらって、話し合いしようかなとは思ってます。はい、って感じかな。って感じですね。はい。ということで、もう今日ね、豪華に3人出たな。いつも僕いませんから僕いませんから。クソやお前。やっとね、回復したということで、次のラジオ、で、2人しっかり揃って最初からますやん。まあでも揃わんこともあるよ、それは。僕が歌ってたらそういうことです。いや、分からないんで、俺はいい日からそれはおもろい。俺はいい日からせしかない。そしたら俺一人で喋りますよ。一人で喋る。しんどい。一人だいぶしんどいと思う。俺一人でも結構でももういけるようになった。考えて。いける。話すこといっぱいある。大輝からフォイってきた。フォイ。無視。ありがとうございました。ありがとうございました。大輝。大輝ありがとう。まあ、ちょっとうわ話すことあったけど。何？もう時間や。何？サンティカソルラ選手にあった話とか。はい。ここまでということで、ね、これ話すべきやったな、普通に。来週の K. ドットラジオでお会いしましょう。君の話も全然いなかったよ、ミスと。まあまだね、エリアさんがサンティ・カソルラ選手と会った話。また今度は話します。それ置いときます、まだね。というわけで、K. ドットラジオプレミアム、はい、終わってみようと思います。ね、終わってみようって。終わってみたいと思います。なんやねん、それ。終わらしていきます。終わらしていきます。終わらせます。終わらせます。もう終わんのこれ。やんなこれ。全然最終回じゃないです。やっかい行きましょう。まあやってりゃいけるでしょ。もうやってりゃいけるよ。なんだかんだラジオ全部終わった。体調管理だけしっかり。健康に。健康が一番大事。一番大事。体調不良、メンタル落ちますから。一番大事。大事です。体が資本でございます。ぜひ週末をお願いしてください。というわけで。
言ってください。どうもめちゃくちゃ影響性と遊んでます。おい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 ラジオ来れなかったら嘘みたいになるやん。まずいね。訂正だけしてもらって、ちょびっと遊んでます。本当怖いな怖いな。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.